東デジタル相談富士について発表いたします。本市では児童生徒1人に1台配備しております学習用のタブレット端末を活用し、いじめや家庭、学校生活の悩みなどを気軽に相談できる窓口として、2月1日からホットデジタル相談富士の運用を開始します。この相談機能は、悩みを抱えた児童生徒がタブレット端末の画面上のアイコンを押すことで起動し、相談内容を選択画面から選び、必要な内容を書き込んで送信することで気軽に相談することができるものであります。送信された内容は富士市青少年相談センターで確認した後、教育委員会の学校教育課や教育研修センター、本市の子ども家庭課等と共有し、関係機関が連携しながら相談者の悩みに寄り添った対応を図ってまいります。なお、児童生徒の思いに寄り添い、相談内容に関する秘密は厳格に保持いたします。また命に関わるような緊急性のある相談を確認した場合は、直ちに保護者や学校教育課をはじめ、富士警察署サポートセンター、児童相談所等の関係機関とも連携し対応いたします。この取り組みにより、これまで悩みを抱えていても相談することをためらってしまっていた児童生徒が相談しやすくなるとともに、より的確な支援や行政機関の職員からのきめ細かな支援を受けられるようになります。本市ではホットデジタル相談富士を円滑にスタートさせることで、今後も子どもたちが安心して学び、充実した毎日を過ごせるよう取り組んでまいります。